ードを使いつつなんとか調理を進めているようですが、果たしてこのてんやわんや状態で料理を完成させることはできるのか。あと5分です。絶対できないよ。本当にちょっとまずいかもしれません。このお肉生かもしれません。ないです全然。ちゃんとあの野菜はさておき、肉関係はちゃんと火通してください。はい、はい、みんな早い、待って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 、やばいやばい、どうするんですかこれ。ちょっとあ、でもお肉入れたい。これお肉もらっていい？お肉を入れるんですか？ね、締めてもらってもいい？いいよいいよ。もういいや、生で団子汁にお肉。おい、そう、どうだ。すごい、後半盛り上げるね。ちょっと美味しそうですね。何これ、味の方は。あ、ごめん、私のわかった。何これ、なんだろう。これ入れないかな。入れちゃえ、生でも。え、大丈夫、お肉大丈夫かな。盛り付けもしてください。はい、1分前ですよ。汁がだんだんなくなってる。カウントダウン入ります。おいしくなれ、おいしくなれ。8、7、6、おいしくなれ。5、4、1、0。クッキングタイム終了。すごいんですよ。美味しいです。絶対絶対美味しい。はい、あと最後美味しくなれって言ったんで平気です。お、なるほど。できる限りやったんで、うん、美味しいかなと思います。ね、一回作ったことあるから。はい、野菜たっぷり入れて、あの、うん、あとお肉も入ってるんで栄養満点だと思います。なるほど。はい、食べるまでは、ええ、まあまあわからないですから、まあ、はい、いろんな言葉聞こえてきましたけれども、ね、ええええ、一応ニュートラルな気持ちで食べたいと思います。はい、はい、試食タイムに行きたいと思います。まずは爪長の団子汁を試食。団子汁と言いつつも豚肉がメインになっているのは置いといて、注目すべきは肉団子のお味。誠さん、お願いします。あ、なんかなかなか柔らかそう。うん、うんうん、あんまり肉団子の、ね、具材として入れる、ね、一般的なものではなかったんで、ちょっとね、心配は心配にしましたよね。でも美味しい。おー、あー、初めて美味しいって言ってもらいました。お、うん、濃厚。あ、そうですか。濃厚。最後にちょっとお味噌を足してあげると香りがもっと良かったかもしれないですね。でもこれから味噌入れたらもっと濃くなってます。で、お水ちょっと足せばいいですね。あとすごくいいのは手際がいいんですよね。早いんですよ。味が濃いです。あ、濃い、やっぱり、はい、でも、うん、割といいですよね。大学たち、はい、はい、どうなの。美味しいです。すごい。続いては菅谷の豚汁。自信があると言いつつももみじ型に切ったつもりの人参はどう見ても人手形。まあ、とりあえずお味の方を見てみよう。あの、できる限り豚汁を作ったんですけど。元気ないよ。大丈夫。いや、あのね、美味しい。ごま油を使ってたかな。そうですね、最初に肉を炒める、うん、その香りもあるし、うん、あと俺個人的には焦げた感じのお肉も好きだし、はい、お、うん、うまい。ごま油で炒めたのも大正解、うん、コクが出ます。すごく、そこすごく良かったんですけどね、うん、中華にちょっと近いような。おー、なるほど。中華のような、和のような。ちょっと人参が硬かった。どうですか本人。はい、そういう。頑張った。じゃあ元気出して。何言ってんの。元気出してって、まだね、あれ、まだ負けてもなんともないから。最後は熊井のお雑煮。準備は万全、見た目も抜群ですが、実はこれあんまり煮込んでないんです。誠さん、大丈夫でしょうか。甘い。甘い。砂糖は入れてない。とにかく煮込まれてます。これはですね、ほうれん草の味。ああ、ですね。ほうれん草。ほうれん草を茹でたのを煮込んだために甘みが出てるんです。甘い。
美味しょ、美味しくないですか。美味しいです。美味しい。美味しいですよこれ。美味しい。何これ、じゃあちょっと女性受けはいいのかな。すごくいいところは、はい、お料理をしている家庭がものすごい綺麗なんですよ。綺麗ですもんね、周りがね。そうなんです。すごくね。うんうん、だから最後のほうれん草とね、三つ葉を全部入れてしまったんですよね。最低の方もお願いします。わかりました。さあ結果発表です。なんかこうちょっとこうふざけた採点、面白い採点したかったんですけれども、結果真面目に、普通に採点しました。なるほど、マサさん、はい、よろしくお願いします。はい、じゃんドン、はい、はい、不満は1個半、つぐなが2個半、はい、つがや2個、はい、優勝はつぐなが。もう接戦だったと思うんですけれども、あえて今回点数をつけさせていただきますと、はい、本当にあの団子も惜しかったし、おめでとうと。ありがとうございます。最初にお約束いたしました。うまそう、おいしそう。またこれおにぎり先生オリジナルで。そうですね、はい、かなりいい素材を使っていますので、うん、おすげえ、2人が本気で悲しそうな小前さんと違いました。おー、おー、うん、美味しいよきっとね。うん、うん、いいの、優しい、優しい、よかった、ほっとした。もうこのまま食べられんで帰ったらもう俺どうなるかと思ったよ。じゃあみんなで仲良くね。よかった、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 いい、素敵です。これとさっきのお店、はい、あ、そうです ね、 ね、そのわけで50分お料理対決優勝者はつぐながでした。おめでとう。